はい、ポンハです。こんにちは。今日は最近のポートランド周辺の物価、特に住宅費についてお話しようかと思います。最近お散歩してる時に、新築とかいろんな家が売りに出てるのを見て、あとチラシも時々入ってくるんで、それを見てね、改めて住宅費の高騰に驚いてます。これだけ去年と今年に入っても金利が上がってきてるのに、まだなんかその影響っていうか効果っていうんですかね、出てきてないというか完全にできてないという、そんな感じで、まだまだね余力があるのかなっていう感じです。で、今日のお話はポートランド地域、それもしかも私が住んでるあたりを中心に話しているので、多少情報に偏りはあるかと思うんですけど、参考までにっていう感じでお話しています。で、ポートランド地域の最近の中間値ですね、これは、ミディアムプライスっていうんですけども、52万5千ドルぐらいって出てました。これサイトとか情報源によってちょっとずつ違うんですが、目安としてはハーフミリオン、50万ドルぐらいって考えてもらえばいいんですが、だいたい今のレートで言うと7000万ちょっとか、ちょっと前のレートでも6500万とか、そんな感じですね。ただ中間値って言っても、実際に私は欲しいなと思うような家はもっとするので、これが現実的な目安になるかっていうとそうではないかもしれません。むしろ最低でもこの値段という感じになります。このあたりは個人の好みとか目的にもよって違ってくるかなとは思うんですけども、で、例えば自分がそのまま何も修理とか手を入れずにムーブインすぐできるっていう、で、環境的にも郊外の安全で学校区とかも良い地域っていう、そういった条件で探すのと、投資目的みたいな感じでフィクサーを買って、安くで買ってそれに手を加えてその後レンタルにしたりとか売ったりっていう、それで差額で儲けるっていう感じですね。そういう目的とでは家のタイプとか地域とかいろんな条件も変わってくるんで、それによって値段も変わってくるっていうことです。で、ちょっと話はまた元に戻すんですが、私の住んでいる地域、ノースウェストポートランド、こちらはポートランド市なんですけれども、学校区はビーバートン学校区っていうところで、ちょっと分かりにくい仕組みなんですが、イメージ的にはポートランドのダウンタウンから車で20分ぐらいの郊外っていう感じです。それでこの25年ぐらいで開発されてきた比較的新しい地域で、以前は農地だったんですが、今でもまだ農地に指定されてるっていうところをどんどん開発して、新興住宅地がボンボン立ち並んできているっていう、そういう地域です。そしてさっき言ってたビーバートンというその市というか地域と並んで、比較的日本人も多い地域なんで、多少参考にはなるかなと思うんですね。近くにはハイテク関係の会社が多くて、その他にはナイキとかコロンビアスポーツの本社とか、そんな感じの経済的環境地域です。で、さっき中間地と言いましたけども、うちがまさにそれなんですね。ちょっと最初から内暴露というかしますと、うちは3つベッドルームがあって、1つがマスターベッドルームで、そこにシャワーとトイレで、もう一つのバスルームは浴槽もついた、それとあとトイレですね。で、ハーフバスっていうのが、1階にあるトイレと洗面台っていう、そんな感じになってます。大きさとしてはこの辺りでは一番小さい家で1500スクエアフィートぐらい、平米にしたら140平米ぐらいです。上がってるというのはもちろん知ってたんですが、最近実際に売られた値段っていうのがチラシというかあれで入ってきて、そうしたら54万ドル、7000万以上っていう、自分でも驚きました。正直この家にこんなに払ってまで誰が買いたいとかって思ってしまうレベルでした。で、地域とか築年数とか敷地の大きさとか家のコンディションによっても値段は違ってくるんで、うちがその中間地の典型とは言えないんですが、目安にはなるかなっていう感じですね。現在売りに出されてる家っていうのをちょっと見てみたんですけど、例えば4ベッドルーム2&ハーフバス、
まあ、これはうちよりちょっと大きめの家だったら典型かと思うんですけども、2200スクエアフィート、200平米超えですね。それで築20年で70万ドル、まあ、9000万ちょっとっていう感じです。それで同じような感じでこれが新築になると、あの値段がやっぱり上がって80万はまあ最低っていう感じで1億ちょっとっていう感じですね。まあ、値段が意外と変わらない、まあ、意外と変わらないって言っても1000万以上変わっていくんで、まあ、これぐらいの数字になると私なんかはちょっと感覚が麻痺して1万円とか2万円を勘定してるような感覚に落ちるんですけども、敷地が新築の家とかは、古い家に比べて随分狭いっていうことですね。その分値段は思ったより安いっていう感じですが、冷静に考えてみたら相当の違いなんでそうは言えませんね。4ベッドルーム2アンドハーフバスで3000スクエアフィート、まあこれぐらいになると、これ280平米ぐらいなんですけど、さすがに相当大きいっていう感じの家です。それで築 4,5 年のものが出てたんですが、それでやっぱり80万ドルぐらいっていう感じで1億ちょっと、これがやっぱり新築になると94万ドルとかになる。あと今まで話したのは一戸建てなんですが、タウンホームって言って、まあ、2軒以上くっついてる、だいたい 2階建てとか3階建てなんですが、それで例えば今出てるのでは4ベッドルーム2アンドハーフバスルーム2000スクエアフィートぐらい、200平米ぐらいですか。それぐらいで築22、3年でやっぱり58万ドル8000万弱。今まで話した物件よりは安めなんですが、ただまあ、壁共有してますし、あとね、ホームオーナーズアソシエーションって言って修繕とかメンテナンスとか の積み立て金を払う、それが結構高い傾向にあるんですね。なので意外とトータルで考えると高くついたりすることもあります。まあ、ここまで来るともう中間値なんか関係ないよって感じになるんですけど、欲しいような家っていうのはやっぱり最低70万ドルぐらいって個人的には思ってて、これはもちろん私は今すでに家をずいぶん前に買って持ってるっていうことで、次に買うのならばというそういうことなんですが、もし初めて買うんであればやっぱり中間値ぐらいのところかなと思いますね。まあ、50万ドルは最低っていう感じになるかなと思います。もちろん地域とか、あと古くて敷地の広いところに平屋の家とかいろんなタイプがあるので、それはね、私の主観で言ってるとこもあるので、チョイスとしてはもうちょっとあるんですが、ただそんなにすごく安くてはないというか、もし安ければ相当修理しなきゃいけなかったりもするんで、結局50万ドルぐらいに落ち着くかなというのが私の感触ですね。そんなに高いならじゃあコンドミニアムはっていう話なんですが、これも結構ね、建てられるところが比較的街中とか街中に近い古い地域を再開発しているっていう、そういう都市計画の 一部っていうか一連になっていることが多くて、そのため決して安くないっていう感じですね。ギリギリいいかなというところでもやっぱり35万ドルぐらい、4700万円ぐらいですか、それぐらいするかなという印象です。でしかも街中のもうちょっとトレンディーなところにあったりしたらもっと高くなりますし、値段が少し安めだとしても、さっきタウンホームでのところでお話したようにホームオーナーズアソシエーションっていう、それが相当高いところが多いんですね。で下手したらそれだけでも1000ドルとかもっとっていうこともありますし、あと固定資産税もやっぱりそういう地域っていうのは月に1000ドル以上っていうのはザラにありますので、固定資産税とホームオーナーズアソシエーションだけでも日本円にしたら27、8万円、まあ、この時点で私なんかアウトですね。こうなるとなんかチョイス本当にないねっていう感じになっちゃうんですが、これが現実ですね。なので結局初めて購入するっていう場合は高収入であるか大きめの頭金を作るかっていう当たり前なんですが、そういうことになってくるわけですね。で今までは金利が相当低かったんですよ。 3.何%っていう時もありましたし、最近までですね、それがずんずん引き上げられていっ
ってるんで、これからねもっとその効果というか影響って言った方がいいのかな、買う人にとっては影響ですね、まあ、全体のエコノミーからしたら効果って言った方がいいのかもしれないんですが、それが出てくるのかなという気がします。リーマンショック以前 の家の価格がこう急降騰していた時っていうのはフィクサーを買って、まあ、安く買ってですね、それで低金利とかゼロ金利のクレジットカードでキャッシュアウトしたりして、超短期間で修理してすぐに高値で売るっていう、要するにほとんど金利を払うことをせずにお金を借りてその間に修理をして売るっていう、それが結構流行ってたという感じです。まあ、それは本当遠い昔の話になっちゃったんですが、最近は買い手が見つかるまでの時間が一時期、まあ、1週間ぐらいで本当出したらすぐに見つかってたんですけども、もっと伸びて1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいになったのかな、ちょっとかかってるようです。まあ、それでもまだまだ2ヶ月ぐらいだったら早い方ですね。まあ、それもわからないですね。現実にはその現金を持ってる人とかがどれぐらい入ってきてるかっていうのは私もちょっと掴んでないので、そういうあの財力のある投資家みたいな人たちが入ってきてたらちょっと話は変わってくるかなとも思うんですが、そんな高くて家はじゃあ買えないじゃんということで、じゃあアパートや借家とかその賃貸はどうなのっていう話ですけど、ざっくり言うと、まあ、アパートだとワンルームスチューディオっていうんですけども、それだとちょっと見た感じ、まあ、1100ギリギリであるかないかっていう感じですね。でワンベッドルームだと1500ドル、2ベッドだと2000ドルから2200ドル、一戸建てを借りるとするとやっぱりこれも部屋数とか敷地の大きさとかいろいろ変わってくるんですが、2200-2300ドルぐらいは払わないとピンとこないなっていう感じですね。はい、最近の金融政策でどうなってきたのかっていうことですが、まずその住宅ローンこれは最も典型的な30年ローンっていうのは1年ほど前は 3% 台ぐらいまで落ちてたんですね。でそれ以前は 2%、 2.89 ぐらいかな、それぐらいまで落ちてた時もあるんですが、現在では 6% 台、まあ、下手したら 7% ちょっとぐらいに上がってるとこもあるようです。あるようですっていうのは結局あのレンダーによって違ってくるのと、あと個人のクレジットヒストリーっていう、それによって随分違ってくるんで、まあ、一般的に言えばそんな感じという話ですね。去年2022年にはフェデラルリザーブっていう、まあ、日本の日銀のような役割のところなんですけれども、そこがレートをね何回も引き上げたんですね。で合計7回でした。今見てみたら7回で、その中の4回は一度に 0.75% ずつ上げて、結局トータルで 4.5% ぐらい引き上げたんですね。で今年に入ってからもまた引き上げられてて、この先また引き上げられるようなことを言っていました。これまで、まあ、この2023年に入ってから家の値段もポートランドのあたりでも少し下がったとは言われてるんですけども、まあそうは言っても下がったからってすごく買いやすくなったかっていうとそういうレベルの話では全然なくって、そして他にも一般消費者っていうか、お店ですよね、ターゲットとかウォルマートとか、あとデパートとかアマゾンとかいろいろありますけど、そういう消費者の一般的な買い物はみんながそんな控えてるかっていうとそうではなくって、確か年末あたり あのクリスマスとか、今年に入ってからのニュースもでも見たんですけれども、逆に一昨年あたりと比べると増えているようなことを言ってましたね。なので今のところそんなに、影響は出てないみたいなんですが、まあ、これはどうなんでしょうかね。ちょっともうちょっと時間が経つとじわじわと影響が出てくるのかなという気はします。どちらにしても超高所得層とか、あと、まあ、現金というか財力のある人たちにとってはこのレベルでの購買力とかそういったことにはそれほど影響がないというか痛くも痒くもないんでしょうが
私みたいな一般庶民にとってはその住宅費とか、まあ、他の大きな出費に関しては特に打撃を受けるんだなと思っています。はい、こんな感じで、まあ、今日はポートランドこの周辺の住宅費を中心に話をしてみました。まあ、勝手に、自分の主観も含めてですがベラベラと話をしてきましたが、まあ、一庶民としての最近感じているというか感触として話をしているのでちょっとでも参考になればと思います。まあ、いろんなことをちょっとネガティブになってしまいましたが、いろんな条件を考えてみるとまだまだポートランドは過ごしやすいところだなと思うので、それだけは強調させていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。じゃあね、バイバイ。